坂口大輔は日本の男性声優。青鬼塾東京校12期卒業。青鬼プロダクション所属。新潟県柏崎市出身。代表作は、創世のアクエリオン、機動戦士 V ガンダム、アタシンチ、銀魂などがある。テレビアニメ、機動戦士ガンダムに多大な影響を受け、本人曰く、ガンダムに乗りたかったから、声優を志して、青鬼塾東京校に入所。青鬼塾の同期生に、尾形恵美、石川秀夫、笠原留美、新山志保、山田真一らがいる。1992年に美少女戦士、セーラームーンで声優デビュー。1993年、機動戦士 V ガンダムで主人公、ウッソイビン役に抜擢。事務所の先輩で V ガンダムの後に制作された同じくガンダムシリーズである新機動戦記、ガンダム W の主人公。ヒーロユイ役を演じた緑川光は雑誌ガンダムエース市場での坂口らガンダム主人公声優たちとの対談で宿願をデビュー作で果たしてしまった彼が本当に羨ましいと述べている。デビュー間もない頃で演技力も未熟であった当時監督の富野義行から毎回のように厳しい演技指導を受けアフレコの度に叱責されこのあまりの過酷さに泣き出すこともあったとのこと。富野は当時の制作環境などの理由で V ガンダムをこの DVD は見られたものではないので買ってはいけませんなど酷評することが多いが坂口はそれを踏まえ誰も肯定してくれないなら自分が肯定するしかないでしょと語っている。太字はメインキャラクター。映画ドラマアニメはインターネット配信。ありがとうございます。